はい、皆さんこんばんは。今日から始めます新番組アンサー、 MC の宮永愛人です。ヘアキャンプではですね、これまで有料の技術セミナーっていうのを多くしてきたんですけども、来年度から無料で楽しめるライブコンテンツっていうのがどんどん始まってきます。業界で働く内側ですね、知識やマインドっていう部分で学べる知識育成型のライブ配信っていうのをどんどんしていく予定です。その番組の一つとしてですね、このアンサーという番組が生まれました。業界で様々な答えを持った人、特化した答えを持った方をお呼びしてですね、一つの議題に対して体験を話していただきます。その中で答えのその先、未来を導き出していこうという番組になっております。記念すべき第1回目ですね、このリクエスト QJ さんとのコラボになっておりまして、紙面と連動企画になっております。めちゃくちゃ豪華な見開きをいただきました。その中でですね、テーマを決めさせていただきまして、海外を見た美容師が語るこれからの日本美容業界ということですね。めちゃくちゃ楽しみですね。僕も日本の文化で10年間美容師をやってきたので、もう海外のこと全く知らないです。そういった方はすごい多いかと思います。今日はスペシャルゲストをお呼びして、お二人からいろいろ引き出していこうと思います。それでは、早速ゲストをお呼びしていきたいと思います。ガルテの篤俊さんとサロンリュウの京極龍さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めちゃくちゃかっこいいですね、龍さん。ありがとうございます。軽く自己紹介、僕の方からさせていただきます。ガルテの篤俊さん、国際文化利用美容専門学校卒業後、都営帰国後、22歳の若さでガルテの代表に就任しました。コンテスト優勝経験の高い技術力で注目を集めておりまして、日本各地や海外でもセミナーを行っている美容師さんです。お願いします。お願いします。篤俊さん、僕結構前から知ってますけど、やっぱツイッターとかで、海外のスタイルとかを発信した第一人者っていう感じのイメージなんですけど、どうですかご自身。僕自身としてはそうは思ってないんですけど。あ、本当ですか。その何回かツイッターで海外、僕が感じる海外のカラーはこういう感じだよねっていうのが、ツイッターで、バズったっていう、今の言い方で言うならば、バズり美容師だと思います。ありましたね。はい、続いてサロンリュウさん。サロンリュウの京極リュウさんですね。2016年に都営後、ビダルサスナアカデミー、トニー&ガイアカデミー、サンリッツアカデミーを卒業。2017年サロンリュウを立ち上げ、経営者である傍らコンテストで世界1位、インスタグラムフォロワーなんと34万人、世界を代表するアジアの美容師の一人ということで、世界一ってやばいですね。ありがとうございます。世界一ってなんかどうやったら取れるんですか。日本で勉強してきた技術のおかげです。世界一っぽい感じ出てますもんね。こんな2人を、お呼びして今回トークをしていこうと思うんですけども、今回トークテーマを3つご用意してます。フリップこちらです。はい、海外で学ぶべきことは技術だけでなく〇〇だ。海外に憧れるのは時代遅れ。自信を持って〇〇を作れば最先端。日本の美容業界は〇〇べきだということで、最初のテーマ行ってみようと思うんですけども、これ篤俊さんからいただいたテーマですね。はい。海外で学ぶべきことは〇〇。これリュウさん何だと思います？海外で学ぶべきこと。海外。海外の人はやっぱり、アジアと比べてやっぱセクシーだよね。セクシー、学ぶべきことは学びかのセクシー、セクシーさ。それセクシーさでは多分ないっすよ。ないっすよね。もちろんない。もちろん、これなんもちろんか。僕がセクシー感出してないんで。これ何ですか。正解と人間性ですね。人間性。人間性です。人間性。海外留学で学ぶこと、技術じゃないってことですか。技術はもちろんなんですけど、そこじゃなくて、その海外で僕が一番学んだのはやっぱりその生活してて、いろんな人の対応の仕方とか、あとは僕がやっぱ一番衝撃を受けたのは、地下鉄に乗ってて女の人がキャリーバッグ持ってたら絶対男の人が上まで持ってくんですよ。なるほどね。で、今までイギリスで女の人がキャリーバッグを上まで持ってってんの見たことないぐらい早くて、そういうのとかもなんか人としての考え方っていうのはやっぱ日本とも違うなっていうのは感じましたね。それってどこ行ったら見れるんですか。ロンドンに。あ、ロンドンか。紳士の国って言われてるぐらいなんで。なるほどなるほど、はい、でもなんかリュウさんとかそういうことしそうじゃないですか。 しますよね絶対。
もうもちろんですよ。まあでもまあそれも海外だって、リュウさんもロンドン、リュウさんもロンドン行ってる。僕もロンドンです、はい、やっぱそういうとこありました。ロンドンはまあやっぱり真摯な国、まあ、として、まああとはこう、まあ、ロンドンの、まあ、人ってやっぱりこう環境的にその空気がクリエイティブなんだよね。うーん、やっぱクリエイティブの人は多いっていう感じですか、海外は。多いっすね、うん、自由、なんかこうやりたいことやってる、まあ、嫌だったらすぐやめる感じかなっていう。嫌、まあ、だったらもうすぐやめちゃうんだ。無理やりこうなんかこう無理してストレス抱えてやるっていう人はあんまり合わないな。ね、なんかサッカーとかもそうなんですけど、イギリスとかは何か挑戦をすることによって挑戦したことに対して褒めてくれるんですけど、日本とかは例えば僕の学生時代とかだと英語を喋りましょうって英語の授業があって、英語下手だと笑われる、ちょっとでもイントネーションが違うと笑われる、でサッカーでも失敗するとなんか怒られるっていうような感じで、もう生まれた環境からクリエイティブにチャレンジするっていうのが日本はちょっと欠けてるなっていう部分の感じ、海外はチャレンジしたことに対してナイスチャレンジみたいな。なるほどね、っていうのは違う気がしますね、うん、それってなんか授業、そのアカデミーに行った中で、まあ、いろんな授業があるわけじゃないですか、はい、結構なんかそのクリエイティブな授業っていうのがあるってことですか。まあ、生活の中と、まあ、あとはこう、まあ、授業は、まあ、僕が言ってたサスンとか、まあ、サスンに関しては至ってやっぱりスタンダードの技術をしっかりと教え込む、まあ、コースによってはそういったクリエイティブ系もあるんだけど、まあ、こう街並みにこう歩いてる感じだったりとか、あとやっぱりこう電車で貼るポスターとかもやっぱり美術系が多い。どっちかというとこうアートのものを貼ってるのが多いというイメージなので、行ったら自然とそういう世界に引き込まれる。なのでもう本当に環境が全てだなって、そのロンドンに行った時思った。だからロンドンでしか作れない作品はロンドンで感じたこう自分のエモーション、自分の感情だからこそ作れるみたいな、そういうところありません？ね、なんか実際のロンドンの見た中のクリエイティブでなんかゾワゾワってきちゃったものとかってあるんですか？僕は美術館に結構イギリスに行った時行ってたんですけど、ゾワゾワってきたっていうよりかは、あ、美術館ってほとんどタダで入れるんだみたいな。へえ。それが、あ、もうすごいなみたいな感じで、大英博物館とかなんか有名なテートモダンとか、うんうん、もうタダで入れてアートに無料で触れれる、もうそこがすごいですよね。じゃあもう本当にもう標準的にアートを見る環境はもう整ってるってことなんですね。それがもう素晴らしいよね。へえ、うん、そうなんでも確かに日本でそういう環境ないですもんね。なんかこう本当に美大とか美術好きな人が行ってくっていう感じで、前に僕もねなんか国際弁護士の方に言われたことあるんですけど、うん、日本ってもう来た瞬間になんか流行わかるよねみたいな。もうみんな着てる服一緒だし、みんな髪型一緒だし、なんかこの年の日本の流行りってこれなんだなっていうのが一瞬でわかるけど、ロンドンは全員違うっていうのがあって、うんうん、やっぱそうなんですか？めっちゃ笑ってるけどやっぱそうなんですか？だから個性が豊かですよね。だからそのさっき言った通りにチャレンジして、うん、ナイスチャレンジっていう感じで、うんうん、日本っていうのは人と違うことをすると叩かれて来たと思うんですよみんな、うん、で人と違う服を着ても叩かれたりとか、うん、なんかちょっと浮いたりとか、うんうん、そういうのがない分、イギリスはもうなんか自由に服着ようよみたいな。でイギリスのオックスフォードサーカスとかの近くの駅員さん、はい、うん、こんぐらいでかいモヒカン、まあおしゃれだよね、駅員さんの駅員さんすごいです。ピンクの木機関の。それ会社的に OK ってことですか？OK ってことでしょうね。まあまあそう。そういうことか。なんか地下鉄なんで、こう階段から上がってくるんですよ、木機関が。すごいなっていう。なんかその、個人としてはそうじゃない。